いている方は、あれ、リトルはどうしたの？と思われた方がお見えになることと思います。私たちグリーンヒルズには小中学生バンドのリトルヒルズジャズオーケストラと高校生バンドのグリーンヒル…あ、落としちゃったグリーンヒルズジャズオーケストラの2つのバンドがありましたが、最近部員が少なくなってきてパートが揃わなくなり、やむを得ず6月から合併して小中高校生バンド1つとなりました。そのため今日は小中高校生バンドとして演奏しています。ぜひぜひ新しい部員に来てほしいですね。さて次の曲はノルウェーの森ノルウェジャンウッドです。ビートルズのジョン・レノンとポール・マッカートニーが作曲したものをビッグバンド用にアレンジして、ドラムの達人バディ・リッチ楽団が演奏しました。シンプルなメロディーですが音域が広くワルツであることから非常に難易度が高いアレンジとなっています。それではノルウェーの森ノルウェージャンウッドをどうぞ。
題ばかりで恐縮ですが、コロナが恐ろしい速さで広がった3月、4月はとにかく外出しないで人と接触しないことだけを考えていましたが、だんだん知恵がついてきて、マスクや手指消毒など感染対策をすれば大丈夫なことが分かってきて、今日もこうして演奏ができることとなりました。